SPU はソニーコンピュータエンタテインメントによって設計、製造され、動社ゲーム機に搭載された PCM 音源に付けられた名称である。プレイステーションに搭載された SPU、プレイステーション2に搭載された SPU2 がある。スーパーファミコンの音源に使用された SPC700 に由来している。スーパーファミコン SDSP、スーパーファミコン S。 SMP Nintendo のスーパーファミコンに搭載された音源は DSP と制御用チップ SSMP から構成される。SPC700 は6502を拡張した命令セットを持ち、本体の CPU とは別に動作する。当時、ソニーのハードウェアエンジニアであったくたらげケンが設計を手掛けた。当初スーパーファミコンでは別の音源が採用される予定であったが、 任天堂の担当者の前で、くたらぎが SPC-700 のデモンストレーションを行いその性能をアピールし、その能力が認められたため、スーパーファミコンに採用されることとなった。スーパーファミコンの音源の性能は以下の通り、スーパーファミコンの仕様が正式発表された1988年、当時のスペックとしては非常に高性能なものであった。 1990年のスーパーファミコン発売後には SPC700 の性能を活かしてスーパーファミコンでは数々の良質なゲーム音楽が誕生することとなった。しかしながらメモリの容量や同時発音数、データサイズの制限、初期のライブラリーの音源ドライバーの使いづらさやスーパーファミコンの標準の開発機材だったソニーのニュースのユニックス環境に 制作側が慣れていないなど、初期は制作ノウハウ面でハードルが高かったこともあり、SPC-700 の能力を発揮するためには、ドライバの自作や改造ができる高度な技術を持ったプログラマーや、それに対応できるサウンドコンポーザーの腕が必要であった。そのため、スーパーファミコンのゲームのサウンドは制作側の能力遺憾によって大きく音質が異なる。 SPC-700 の性能を生かした究極の作品に、サテラビューのゲーム、R の書斎がある。これは、サテラビューから受信したデータを、メモリーパックへ一時蓄積しつつ、SPC-700 によって再生するという手法を用い、CD o m キー以外では、不可能と思われていた音声の分岐を実現したもので、ある。後発のプレイステーションシリーズの SPU、SPU には、 この SPC700 を発展、改良させたものである。SPU CXD2938 QSCPH-9000 に実装 SPU はプレイステーションに搭載された PCM 音源である。性能は以下の通り、SPC700 に比べ、性能が大幅に強化されている。また、メディアに CD-ROM が用いられるためファイルサイズの制限が SPC700 よりも緩くなったことから様々な音色を用いるゲーム音楽が誕生した。SPU には PlayStation2 に搭載された PCM 音源である。性能は以下の通り。ありがとうございます。